はい、どうも、ナトだよ。今回はバリアブルラフォイルを使ってガチマッチやっていきたいと思います。ギアはこんな感じでラスパスペゾメイン性能と、まあミサイルも撃ちながらもメイン性能でキルも狙っていくというハイブリッドギアとなってます。俺はね、バリアブルラフォイル一応ガチエリアに X1-2700 も行ったことがあるんで、まあ割とそこそこにはこの武器理解してるつもりです。はい。まあ、マルミサマンで結構害悪なイメージ持ってる人多いと思うんだけど、この武器はね、やっぱね、9番マルミサで、かつ、縦振りすごい塗るから、かなりガチレアと優秀な武器です。はい。なので、結構ね、戦闘スキルとか、まあ、ローラーの強み活かしながら、マルミサ撃ってくると、かなり強い。うん。意外に奥が深いんだよね、立ち回り。はい。まあね、マルミサ撃った後の動きだよね。そこが一番重要かも。いや、うまいのそれ。ナイス。さ、味方がしっかりカバーしてくれて、でもやられちゃったな。まあでもやっぱ基本はね、やっぱ中後衛で塗りながらマルチミサイル、うん、それこそ外役マルミサマンみたいな立ち回りが基本で、そこにどうプラスアルファできるかがやっぱこのバリアブローラフォイル強いか、うまい人と下手な人の違い。まあ、こういうところでね、キル取れそう、そこでこういう戦闘キル入れるとこの武器はグッと勝率が上がる。ほんとそうなの。今みたいなキルが入れるとね、この武器は本当に強い。さあ、これは無理せずに。まあ、ちょっとね、このガチエリアコンボはマルミサが非常に今飛び交う環境なんで、まあ、そこまで戦闘キル刺すの難しいんだけど、まあ相手のスペシャル状況とかを見てね、うまく戦闘キル刺せると強い。さあ、これもいけそうだね。オッケー、しっかり当てていく。さあ、当てたけど、これマルチやれねえか。さあ、これ一回。いや、うまい、それは。マジか、しっかり当てられたな。OK、ナイス。コンブトラックのガチエリアね、まあ、簡単にガチエリア取れるから、スペシャルで。だから、カウント稼げるときにしっかり稼いで、エリア止めれるときにしっかり止めるという、そのエリアのカウント意識がめちゃくちゃ大事かも。ほら、こんな感じでね、ナイス玉一つで簡単に取られちゃうから。そしたら、こっちはマルチミサイルで、あれ、お迎えと。さあ、左一発当てた。けど、あれは引くんで、無視でいい。あ、こういうところでちょっとキルを狙っていきたい。さあ、左結構孤立してるんで、ワンチャンキル狙おうかなと思ったけど、丸いキミサイルが来たんで。さあ、これダイナモやって、やれねえな、これ。これ一回切らない。怖い。あ、これ一回、うまーバケツの人がうまい、さっきから。特殊な当て方がね、ちょ天才だわ。あんた一応勝ってるけど、回復進んじゃんで、進んでんで、一回ガチエリア確保したよね、これ。まあ、リードされても仕方ないぐらいで、さあ、味方のでもキルが入ってたんで、これ一回でね、ナイス、味方強い。さあ、残り一人に一発入れちゃうわ。OK、一回オールダウン。で、ここ、コンブはもうここ、こっから、ここを詰めれば、詰めて、ワンチャンキルが入ったらすげえ、カウントが進む。惜しいな、めっちゃ当ててるけど、味方落ちちゃったな。あとバレてなかったら熱いけど、でかい。さあ、このキルでかいよ。さあ、これで、エリア取られちゃったけど、もう一回俺らのターンになるから。オッケー、でかい。さあ、そういうね、こういう立ち回りが大事。マルミサ撃つだけじゃない。これが X27 のバの立ち回り。オッケー、しっかり相打ち。いや、この相打ちはまあまあ、でかいんじゃないかな。いや、でもまあ、維持できなさそう。カウント進めたい。でも、カウント進んでる。オッケー、オッケー、オッケー。ほらね、このね、右から、走ってキル取れると、カウントがすげえ進むんだよな、コンブは。本当に逆にあの動きをしないとずっと後ろに塗ってても全然感動すまないかな。ギリヒになっちゃう。相手のスペシャルでキル取られた時に一気に感動進められて負けちゃうから、まあ、味方がねそういう動きしてくれるんだったら後ろでずっと塗るのもあり。ガチマッチはでも基本自分でキル取った方が勝率安定するから、これちょっとこれは帰ります。カウントに余裕があるんで、これはもうスペシャルでしっかり打開する。スペシャルがあれば、本部は簡単にエリアを取れるんで、オッケー、しっかり先っちょヒットさせていく。先っちょです。まあ、これは、見落ちしてるんで、これは、安全に、確実にとりあえずエリアを取っていきたいけど、オッケー。さあ、マルチミサイル。マルチミサイルでナイス玉割れた時の気持ちよさ、半端ないな。さあ、ナイス玉にナイスをして、味方にナイス玉いるとさ、スペシャルの回転率も良くなるから、このマルミサベクターかなり相性がいいよね。さあ、一発当てた。これやばい。ちょっとマルミサの量エグいんだけど。マルミサの量エグいって。やばいって。
もうマルチミサイル最近多すぎるんだよな、本当に。1試合に絶対3人はいるもん、本当にガチエリア。どのルーでもいる。さあこれやりたい、やりたい。当たらない、出た。あ、勝った。これさあマルチミサイル敵に落ちなんで、もうあとはエリア塗れば勝ちと。オッケー、77ナイス。はい、やっぱバリアブルローラフォイルはね、耐えて耐えてチャンスで潜伏でキルを狙ってカウント稼ぐ。だから相手のカウントは止めつつも、あれ、あの抑えは潜伏とか丸みさでキルを取ってカウント稼ぐ、まあ、これがバの立ち前だね。はい、オッケー、77ナイス。はい、マッチングいたしました。コンブトラックのガチエリア、よっしゃ、っていくぞ。さあ2戦目も頑張ります。さあ2戦目は寿司部に、バージェットモデラート。あー、またマルチミサイル多すぎなんだけど、もうスペシャルゲーなんだよな、こっちのチーム。みんな多分塗ってスペシャル吐くような武器構成してるから、これは結構俺結構キル狙ってもいいかもしれないけど、どうだろうな。でも塗り合ってるだけでワンチャン勝てそうだね。注意したいのは相手の寿司コラのジェットパックぐらいかな。あとは基本塗り合いになりそう、この試合は。だからね。いやー、これちょっとキル狙うのきついかもな。あ、めっちゃ当ててる。当ててるけど。スペシャルではね、スペシャルでは結構カウント稼げると思うんだよね、塗り合いしてたら。ただ相手多分どっかで切る。あー、当てたけど。あー、これ、出るか。うわ、逃げれない。まあでもね、塗り強いから、多分俺こんな感じでちょっと前目でもいい気がするね。多分ちょっとやられちゃうとカウント捨てられちゃうね。でも塗り強い。やっぱこっちクソ塗り強いわ。これでエリア取られないんだもんな。オッケー。まあでもこれ多分すぐエリア取れないんで。左に寿司は一旦無視して、マルチミサル打っていく。これはちょっと一旦、耐えかな。耐えの時間です。ギアはね、ラスパーも積んでんだけど、インク効率はちょっとメインク効率積むとラスパー発動してない間も結構スペシャルが溜まったりする。やっぱジェッパーがちょっと辛いな。ランチャージェッパーやれねえな。あ、これ寿司やりてえな。スパッと当てたけど、やばい、これワンダイ死ぬかも。こっち怖い怖い。じゃあこれ帰ろう。しない、カウントの言うて全然進んでないから、ちゃんと打開すればいい。さあ3枚ロック、左123枚ロックで味方1も落としてくれた。やばいなこれ、ちょっと相手の寿司が結構キル取ってるからやばそう。あー、やばいこれちょっと。あ、ラスト発動するから、うわこれ死んだかも。うわこれ打開できるかな、これ打開できる。いや1キル入ったから、塗りはする、1回塗ってくれたら OK。 ナイスナイス、 OKOK、 全然 OKOK。これラストスパートちょっと発動するから、こうなったらワンチャン、塗りの強さで監督取っていきたいな。こっちもみんなスペシャル打ちまくってるから、どっかでキル入れたいんだよな。相手がさ、ずっと、こっちは塗り合って、相手のジェットパックでこっちキル入れて監督稼ぐみたいな、やれねえか、状態だからな。どっかで俺らもキル入れないと勝てないから、あと死んだわ。いやー、くっそ、キル狙うけどきついね。味方のスペシャル待ってよかったな。はい、まあでもこの動きでいい。この動きをしないと多分この試合勝てない。あの動きでどっかでキルでないと絶対勝てないね。味方もちょっと後ろ気味になっちゃってるから、味方のスペシャルを信じて俺はちょっとキルを狙う立ち回りでいくわ。あ、やめた。お寿司オッケー、しっかりやる。オッケーオッケー、強気に行く。バンもね、ちゃんとポジションをしっかりしてたらキル取れるから。一回で抜いたい、一回で抜いたい。こういう味方丸見さったから多分一回で抜いると思うけど。さあ、一回で2枚いい。6本。さあ、一回で取った。さあ、一発当てる。さあ、キル欲しい、このシーン。キル欲しいけど、味方がキル取られた。一回、当て直しか、これは。これ。オッケー、寿司やるよ、でかい。本気キルでかい。カウントは全然。一回抑えに入ったら、多分。一回抑えに入ったら、多分、これ。カウントリードできる。ここまで来てるから。ここ来る欲しいね。これワンチャン挟み撃ちで。うわ、当ててんだけど。やれねえか。オッケー、このキルでかいぞ。ナイス、でかいぞ。よし、これリードいけそう。さあ、バレるだけ。
バレるにバレる。戦局でやめる。もうなんか。やめた。あ、3枚ロック。全員出たな。で、さあ、キルしていく。この動き、このムーブ、これ完璧だ。完璧やけど、リーダー取れちゃったけど OK。いや、これね、多分リードはいける。これは。一回押さえて。やばいやばい、これ死んだらやばい。危な。さあ、リードいけるね。押さえてるだけで。まるみさんも溜まるし。さあ、リード入れるか。OK、ナイス。さあ、味方に落ちる。さあ、残り2枚、あやつだけ。ほら。これ多分、もうここで圧かけてるだけでめっちゃ完凍する。さあ、バレるって。やばい、ちょっと。やばい、これ死んじゃうかも。ごめん。いや、ごめーん、これ、いや、間に合わない。間に合わない。ヌジア間に合わないやつ。ナイス、オッケーな。オッケー、よかった。これはね、多分、最後ら辺で抑えで入って2キルがでかかったね。まあ、こうやってね、ずっとリレーしてるだけだと、相手に上手い人がいると、キルされてカウント稼がれて、もう自利品になっちゃうから、やっぱどっかでね、キルにやんなきゃいけない。ミサイルの数やばすぎだろ、ワントに。はい、マッチングいたしました。コンブトラックの、ガチエリア。よっしゃ、でくぞ。さあ、3戦目はね、バリアブルローラー、無印の方、ボムピッチャーの方を使います。まあ、正直ね、もうバリアブルローラーっぽいの方が強い。もう、正直言っちゃうと。こっちの方が強い。まあ、矛だったらワンチャンこっちでも、ありなのかなって思うけど、なんかね、やっぱね、アルミさんの方が強いんだよな。この武器とも合ってるし。この武器ほんとマルチミサイルと相性が過ぎてね、こっち使う理由がないんだけど、まあ使ってみないとわからないので使ってみます。チリドの使い道もあんまないし、うん、なんかいる。危ねえ。チリドの使い道もあんまないかな。まあボンピッチャー強いけどね。さあ、これは潜伏で切るのを狙っていきたい。こういうキル、こういうキルができると強いんです。さあ、これやばい。いや、シード強い。ごめん、シード強いわ。これやねえか。あ、これほら、ボンピッチャーだ。ほら、まあ、味方が右から入ってるんで、こっちにボム投げて挟み撃ちしたい。やねえか。さあ、どうしようかね。これワンチャンやれそう。オッケー、しっかりこれエリア塗られなきゃ。デカすぎるよ、デカすぎ。うわ、飛んでた。イエーイ、マジかよ。いいと思ってんの。君のスカッタリー射程が長いね。ナイス。お、これ勝ったんじゃないか。お、勝ったわ。いや、油断でき、あー、待って、あー、塗られるわ。うわ、マジか。ごめん。やばい。当ててゆく。ナイス。勝ったとめっちゃ連携取れる。あ、ローピッチャー溜まった。あ、押さえ結構強いからね。あと、ダイナモ、ナイス、オッケー。ダイナモの逃げ道に、スプラッシュボムを置くことによって、味方にキルしてもらう。ダイナーね、大事。あ、これもすぐそばに。うわぁ、惜しい。これやれたら、もう乗っかってこそあったんだ。スライドの動きが読めなかったわ。これが高校生だったら当てるかもしれない。もしかしたら。はい。いや、これはね、めちゃ上。よいしょ。あ、これ。長押しでね、遠くに投げて。うわぁ、その扇風が開かなかった。いや、その潜伏はうまい。ナイス。全然わかんなかったな。まあ、ああいう潜伏、打開だからさ、打開もさ、マルチミサイルの方が強いんだよ。強いというか安定するんだよね。ああいう潜伏とかもクリアリングできるから、マルチミサイルは。あ、怖いね。身落ちしちゃったな、これ。あんま油断できない。下がこうや、これ。左。ナイス。あ、これ。先にこいつを下ろして。下で、リアルで。出るか、これ出ないか。味方のバブルナイス。ナイス。いや、これエリア塗ってあげないとちょっと味方のキルが無駄になっちゃう。ナイス。これね。とりあえずエリアを死ぬ。で、オッケー、スパッタリやる。やべえ、ボンピッチャーめっちゃ溜まる。気持ちいい。ボンピッチャーいっぱい吐けるの気持ちいいなぁ。これやるよ。オッケー。オッケー。ダイナモー、とりあえずスプラッシュボブ、ダイナモ側に打つときは味方がキルしてくるよ。エリアイージー一発当てた。 OK、 塗られちゃったな。相手抜いてすごい。で、これダイナモやれんのやったら。 OK、
あ、これ味方逃げ入りってくれそうなんで、自分正面から撃って左行ったんだ。あと先駆で、あ、そっち。あ、これ味方挟み撃ち、めっちゃってる。あー、ごめん、ダメなかった。いや、いける。これほら、抑えのボンピッチャーなめんな。ほら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 、え、なんで俺抜いてくんの。え、いや、やったやった、勝ったでしょ。勝った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 。3、2、ナイスー。なな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 、ナイス。はい、ってことで今回はね、バリアブルローラーを使いました。はい、バリアブルローラー、特にガチエリアはね、まあホイールがおすすめ、まあ、特に強いのでぜひ皆さんも使ってみてください。で、まあ扇風キルするのがコツ。ナイス。